オープニングモノマネ、ストレイシープパラダイス演出の阿波野さん。おっす、おっす、おっす。じゃあフィードバックします。ありがとうございます。笑ってる、笑ってる。はい、ということで始まりました、マジメイト放送部、大月ゆかです。よろしくお願いします。ということでね、前回に引き続き今回もフレームメイド紹介第3弾、今日はこの方に来ていただきました。どうぞヤッホー。はい、バーイ。わーい、その姿勢めっちゃきつくない？あ、すごいきつい。では改めて自己紹介をお願いいたします。はい、フレームメイド2番の長田咲です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はね、長田さん、はい、私たち、共通のね、知り合いがいるんですね。そうなんですよ、そうなんです。まさかの、まさかの、9月にやったお楽しも会に出演していただきました豊田あずさちゃんの後輩なんですね。そうなんですよ。そうなんです、学校の後輩で、なんかすごい偶然だねなんてね。そうですね、ね、結構なんか意外な知り合いがいたりするんですよ、皆さん。そうそうそう、ね、で、まあなんか偶然って言ったけど、その後特にその話題もせず、うん、今日に至るって感じなんですけど、うん、特に何もじゃあ、簡単なね、経歴とか自己紹介、今何やってんのかなみたいなの。あ、今何やってんのか。今まででもいいし。あ、そうですか。うん、今は役者とかモデルとかやってます、はい、フリーで活動しております。まあ、月1ぐらいでね、うん、イベントとか舞台とか、うん、休まずやらさせていただいておりますので、すごいじゃないですか。ぜひ皆さん、はい、会いに来てください。会いに来てください。中あれ、ショールームもやってるよ。あ、そうです、ショールームで、お酒ルームっていうのが、お、ここにあるんで、ぜひとも。毎日やってんでしょ。毎日やってます。毎日生配信。たまにちょっとサボります。めっちゃ笑う。めっちゃ笑う。役者さんってことなんですけど、はい、得意な芝居とか好きな芝居とかありますか？全部好き。あ、全部好き。オタクでアニメとか漫画とか。そうなんですよ。はい、もうめっちゃ昭和のおじさんとかが見てたようなアニメとかも、王道から、そう、見てる。でも最近のも、最近のも見ます。じゃあそろそろね、稽古始まっちゃうんで、どうしよう。また後で続きは撮りたいと思います。よろしくお願いします。一回切ります。バイバーイ。はい、不自然な繋ぎ方でごめんなさい。ということですね、長田ちゃんの続きを、やりたいと思います。はい、アニメが好きっていうのを聞いたんですけど、今回もね、はい、すごい素敵な登場人物たくさんいるじゃないですか。はい、長田ちゃん的にこの登場人物熱いっていうのをちょっと見に来る人にね、ネタバレしない範囲でちょっと教えてもらいたいな。なんでそんな難しい質問するの？教えてもらいたい。なんか、すごい悩むけど、はい、なんか青春を見たいなら、うん、なんかやっぱレイナと、うん、のぞみとゆずかなって思う。あー、もうね、うぅー、本人から。はい、本人から声優。切なさを見たいなら、うん、やっぱり、セリ様、ヒカリ様。あー、セリ様ね。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。で、なんか、なんだろう、ちょっとした孤独みたいなのが、なんか、グッてくるのが、ファムタソ。ファムタソ。ファムタソはマジやばい。ファムタソは、イエーイ。いや、ファムタソやばいんですよ。だから最近は、ちょっと、最初はセリフ感も、トップだわと思ったんですけど、最近もういろんなところに目が行って、そうだね、そうだから、そう、これが一番みたいなっていうよりは、うん、こういうところだったらこう見てほしいなみたいな感じになってるかなって感じですね。俺、ね、一番大事のメニューを取るわ。それはね、そこ言ったらちょっとネタバレになっちゃうね。今ズモガナね。今ズモガナ。いやね、あの二人はもうなんか触れないで、本番見に来ていただいて、一番堪能してほしい二人なので。なるほどね。特にね、ラストシーンですよね。ラストシーン。ちょっとね、投資とかやるたびにね、こう、そう。ね、すすり泣きとかも聞こえてきたりする時もあるぐらい、もうちょっとね、素晴らしい、美しいシーンに仕上がってますので、そこも見ていただければと思います。そうですね、ぜひともぜひとも。はい。はい、最後にね、はい、私の第一印象。え教えてください。あ、すごいね。第一印象ってかも。もう面白くて大好きなんです。なんだろう。短くまとめてくれる。超笑っちゃうんだよ。なんかミッキーマウスみたい。あ、嬉しいですね。マスク。ありがとうございます。マスクみたい。でも一番似てるのは、
CC レモンの CM とかによく出てくるあの黄色いおじさんたち。え、わかんない。なんだっけ名前忘れた。親父ダンサーズ。親父ダンサーズじゃなくて、なんか黄色いなんか、はい、よくわかんないですけど、はい、じゃあ最後にみんなググってくる。あ、シンプソンズ、それ、シンプソンズ、それ。それ言ってくれた、アニメのって言ってくれるの。あ、ごめん。今ね、あの、メグさんからね、シンプソンズでアシストいただきました。すいませんでした。シンプソンズって似てるそうです。未熟ですいません。ググってください。じゃあ最後に来てくださるお客様に一言お願いします。はい、ストレイシーブパラダイス、12月の12日から16日まで俳優座劇場にてやってます。はい。とっても素敵な、はい、深いお芝居になってると思いますので、はい、ぜひとも皆さん、今からでも遅くはない。見に来てください。見に来てください。フレームメイドのおさだちゃんも大活躍しまーす、ね。最初から目離せないもんね。前説からね。あ、そう。遅れないで。本当遅れないで。遅れないで。遅れちゃダメ。本当にダメ。はい。以上、おさださきさんでした。ありがとうございました。バイバーイ。